からお伝えします。ニューススタジオの浅田アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。兵庫県内で今日新たに19人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。新たに感染が確認されたのは20代から70代の男女合わせて19人です。このうち40代から50代の男性4人は集団感染が発生している神戸市環境局須磨事業所でゴミの収集作業を行っていたということです。須磨事業所内での感染者はこれで11人となり、市は事業所の残りの職員51人全員を自宅待機させ、ゴミの収集業務は他の事業所から応援を呼んで対応するということです。県内で新型コロナウイルスの感染が確認されたのはこれで543人となりました。西宮市は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、売上が減少した個人事業主を支援するため10万円を上限とした補助金を支給する方針を明らかにしました。西宮市の石井市長が昨日の会見で明らかにした2020年度4月の補正予算案は総額3億6794万円で、そのうち経済対策費用が2億4800万円と半分以上を占めました。市では緊急経済対策として先月から市内の中小企業に対し融資の拡充などを行っていました。しかし店舗の家賃を含む固定費の負担が大きく、個人事業主から支援を求める声が多く寄せられたことから、新たに売上が 20% 以上減少した個人事業主に対し、1ヶ月分の賃料として上限10万円の補助金を5月下旬までに支給するとしました。借り入れる心境にも環境にもないという声もございました。少しでもなんとかこの事態を乗り越えてもらいたいという、そういう思いが強く我々の中であるという、そういうことですね。また市では経済対策のほかにおよそ930万円を計上し、市立の学校や幼稚園77箇所を対象に体温を測定できる赤外線カメラを配備するとしています。遠いところでは。以上、ニューススタジオからお伝えしました。さて、火曜日はサニーフランシスさんとお届けします。サニーさん、今日もよろしくお願いします。今日もですね、新型コロナウイルスに関するニュースからお伝えしていきました。はい、サニーさん、最近何かお感じになることありますか？僕は一つ最近昨日今日ね、外に出ると、やっぱりちょっと車は多くなってるのと、人通りが多くなってるのと、公園で人を見るっていうのは、いや、そろそろちょっとなんかもうやろうっていう気持ちになってきてないかなっていうのがちょっと恐れですね。みんなちょっと飽きてきたんかなっていう、自粛に皆さん疲れを感じてるかもしれないと。ね、まあちょっとした運動はね、外ですることはね、まあ散歩と運動はね、全然あかんことはないんですけどね。されてませんからね。はい、そういうところもちょっと気になるところですね。さて、お知らせの後は西宮市の新型コロナウイルスの現状と対策について石井敏郎市長と中継を結びます。
では西宮市の石井市長と中継がつながっています。西宮市役所にいます藤岡さん。はい、私は今西宮市役所の応接室にいます。今日は西宮市の石井敏郎市長にお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずですね、西宮市の現在の状況を確認していただきます。こちらをご覧ください。はい、こちらは今日午後2時現在のデータで、今日新たに3人の方が増えまして、陽性者の数は58人、 PCR 検査に関しては昨日のデータになります、289人となっています。58人のうち42人の方が入院中、そして4人の方が亡くなって12人の方が退院されています。石井市長、この現状についてどうお考えですか。はい、3月1日に兵庫県内で初めての例が西宮市の方で、確認をされました。はい、それから4週間3月29日までで8例でありましたけれども、それからの1週間ずつですね、4月5日までに12件、それから4月の12日までに20件、4月の19日までに13件ということでですね、はい、4月に入ってから確認件数がどっと増えています。はい、それも感染経路が不明ないし調査中というような案件がとても多くなってましてですね、はい、年齢層も10代から80代と幅広くなっております。そういう意味ではですね、元来往来の多い町でありますけれども、この数の多さと、それからなかなか収束の兆しが見えないというこの現状ですね、大変懸念をしているところでもあります。現状もまだ厳しい状態にはあるというふうに言えるということですね。はい、そうですね。はい、そして西宮市の方に市民の方からさまざまな声が寄せられています。はい、休業要請に対する声ですね。はい、そして給付金などはいつもらえるのかと。はい、そして学校休校に関して、はい、またその多くの方が公園やスーパーなどに集まっているという不安の声などが寄せられています。はい、まず一つ目ですが、この休業要請、はい、経営が苦しいなど、そして仕事が減った、収入が減ったなど多くの声が寄せられています。はい、市は昨日ですね、その家賃補助上限10万円独自の支援策を打ち出したということなんですけども、はい、西宮市内の飲食店ではですね、家賃補助、まさにその策という策のことなんですけど、家賃補助であったり人件費補助であったり、市独自の支援を要望する署名活動が今行われているんですね。はい、その署名活動をされている方のバーを経営されている方、はい、そして3月に寿司店をオープンしたお二人にお話を伺っていますので、そのインタビューをお聞きいただきます。はい、やっぱりこう本当に比重の中で大きいのは人件費と家賃だと思うんで、そこをこう昨日市長の声明の方で発表いただいたんで、そこに対しては少し気が楽になったなというのは実感しています。飲食店の中でも業種が決まってライブバーであったりとか名前が出てしまったところは、その休業要請が出る前にすでにもう閉めないといけなくなったりとか、そこに対してもやっぱりちょっとこう何かしていただけたらなというところが、はい、思います。オープンして皆さん来てくださいっていう状況ではないので、どうしてもまだ自粛という形を取らざるを得なくて、国やったり県やったり市やったりとかっていうところも補助はいっぱい考えてくれてはいるんですけど、前年比何パーセントコロナの影響で落ちたとかっていう条件が結構あったりするので、そこら辺がやっぱりちょっとネックになって申請できなかったりっていうところが多いので、僕らみたいにその新しくオープン予定だった店とかっていうところにもちょっと目を向けていただける感じでやっていただけたらなとは思いますね。市長、さまざまな声が市民から挙げられているということで、お二人の方にお話を伺ったんですけども、はい、聞きになってどうお考えでしたか。もう本当にこういう経営をされている方々からするとですね、本当にこのコロナの思いもよらないことでですね、この大変な思いをされておられる、私たちとしてはですね、元の活気のある西宮を取り戻したい、その中でこうした方たちに少しでも何と言いますか、手を差し伸べられる手立てはないかというようなことで、昨日市独自の経済対策案を出させていただいたということであります。はい、それに国、県、それぞれの案が出てきた中で、では市の体力と、そこで市が何をすべきかというので示しさせていただいたのが昨日の
家賃補助をはじめとした一連の施策でもあります。その補助について見ていきたいんですが、これまで兵庫県が前年度 その同月比で 50% 以上減少された方には、中小企業、個人事業主、休業された方への支援、そして短縮に応じた方への支援が打ち出されています。で、西宮市が上限10万円で家賃補助というよ、賃料補助という形で打ち出しているということなんですが、はい、この条件に関して、例えば先ほどの3月にオープンされたお店の方は前年同月比といっても去年営業してないのでどうしたらいいんだというふうにお話しされていましたが、はい、それに関してはいかがですかね。まずこれ昨日議会に示させていただいたばかりで、今週の金曜日に臨時議会を開いていただく、そういう意味ではまだ成立前ということでもあります。それがまず一つお断りでありますけれども、はい、一方で今ベースはですね、前年などをベースに2割以上売り上げが落ちた小売店ないし飲食店というのがベースになります、はい、ただですね、先ほどおっしゃられたようなこの3月ないし4月に新しくオープンしたというような方々も、例えば手を差し伸べられるかどうかということについては、今細部細かく調整をしているところであります。どうしても行政の制度ですから、はい、どこかで線は引かねばいけないんですけれども、先ほどおっしゃられた前年同月比というようなこと以外のことも含めてですね、今このことについて、細部を詰めて検討しているところでもあります。まさにスピーディーにという声もありましたから、早くやっぱり、ね、現金がやっぱり必要だという方も多いと思われます、はい。で、続いて学校の休校に対して、はい、子どもの学習相談といいますか、これだけ休校が長引くと、どうやって勉強を補っていけばいいのか、もう本当に親御さんの不安の声が挙げられていると思うんですが、いやこれは大変多くの不安の声をいただいているんですけども、はい、今おっしゃられた学習面での不安というのは、これは一番大きなものです。もう一つ一番大きなことはですね、やっぱりこれは子どもが感染をしてしまったらというようなことに対する不安、はい、そして合わせて子どもの心理的、そして健康面での不安というですね、私はこの3つの不安があると思っています、はい。そういう中で、しかし感染させない、してはいけない、これが第一ではありますけども、同時にですね、学業の面と、それから子どもたちの心の健康の面、はい、これをどうケアしていくかというのが、我々、市役所、そして教育委員会、大きな、この何と言いますか、命題を背負っているなというふうには認識はしています。市長、スタジオのサニー・フランシスさんからも質問があるようでして、サニーさん。はい、いや僕はシンプルに聞きたいんですけど、そろそろね、自粛にちょっと飽きてきてると思うんですけど、西宮ではどうですか、自粛はちゃんと続いてますか。ほとんどの方が自粛に協力をしていただいてます。今飽きているというようなお言葉ありましたけれども、それは誰しもがそういう気持ちであると思いますけれども、国として、そして県としても5月6日までというふうにお願いしている中でありますので、先ほどの感染状況も含めてですね、もう一頑張り、もう少し皆さんと協力をして、この状況を維持をしていかねばいけないというふうに思ってます。いや、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。市長、お時間が来てしまいました。最後にですね、市民の皆さんにメッセージということなんですけども、ちょっとこちらも後ろの、この江別さんも気になっている方も多いと思います、はい。これですね、西宮の技能功労者表彰を受けていただいた山田仁さんという染め物屋さんがですね、これ4月の6日に、持ってきていただいたんです。新型コロナ撃退スーパー江別さんかつ恵比寿っ子ですね、はい。もう本当に今こういう状況の中でみんながですね、こう自粛自粛って苦しい思いしてますけども、本当に元気をもらいました。これ市役所の1階に飾ってるんですけど、今市役所来てもらったらちょっと、ね、なるべく控えてもらわなきゃいけません、今この画面通して見ていただいて、そしてみんなで一緒に元気つけて乗り越えていきたいなと思います。今日は西宮市役所から石井敏郎市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて火曜日の経済コーナーに参ります。ここからは、日本取引所グループ広報課長の矢田雅宏さんとお伝えします。矢田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、緊急事態宣言が出ました。で、証券取引所は通常通り営業をされているということなんですが、はい、今日はこちらの言葉を見ていただきます、うん。市場価格がわからないということは、真っ暗な中を歩くのと同じだ、
これ矢田さんどういうことでしょうか。そうですね、東京証券取引所、はい、大阪取引所も含めましてですね、取引の時間はすべて開けております。まずですね、まあ、株主の方がお持ちの株を、まあ、売ってお金にするということができなくなりますので、うんうん、まずそういった面で市場は開いてないと非常に不自由だということは一つあると思います。でもう一つですね、重要なことがあるんですけれども、市場を占めてしまうと、3500社以上の上場会社の株価がわからないということで、日本の大きな企業がどうなっているのかというのがですね、実は海外から見て全くわからなくなっちゃうんですね。そうすると非常に日本に対する、不安なことがですね、マイナスに働くというふうなことになります。ですから懐中電灯のないところをですね、歩くのと同じぐらいなので、取引所を開けていきましょうということでやっております。不安をさらに引き起こさないためにも取引所が開いているということです。ただですね、取引所自体にもやっぱり影響っていうのはこれから考えられるんじゃないでしょうか。そうですね、取引所は、売買の場は、開いているんですけれども、はい、上場していただいている会社さんの、まあ、決算発表、3月決算であればですね、まあ、45日以内に、1年間の業績を発表してくださいというふうにですね、こういうルール、45日以内のルールを設けているんですけども、そういった企業の発表が少し後ろにずれてくるという影響が出ています。いつもの年ならまあゴールデンウィーク前後に決算発表集中するけれど、ちょっとずれが生じるかもしれない。そうですね、こういったですね、まあ、本当にもう例年通りであればっていうですねスケジュールが、株主総会も一部ですけども後ろにずれている会社も出てきてますので、まあ、そういったスケジュール、自分の投資している会社のですね、ホームページなんかを見てですね、注意いただけたらというふうに思います。これ何かちょっとでも気になること投資家の皆さんありましたら、取引所に問い合わせするということはできるんですよね。そうです。日本取引所グループでは JPX お客様窓口というところを設けております。電話でも大丈夫なんですけれども、ホームページからですね、ホームから入力して質問することもできますので、ぜひご利用いただけたらと思います。こちら検索使っていただければと思います。サンテレビでは毎日株価の動きが分かる東京マーケットワイドをご覧の時間で放送しています。ぜひご覧ください。今日は日本取引所グループ広報課長の矢田雅宏さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はニュースと前田さんの天気予報です。その前にジャパネットのテレビショッピング。お伝えします。浅田アナウンサーです。お伝えします。神戸市の久本市長は緊急事態宣言が出されてから2週間を迎えた今日、医療体制の確保と医療従事者を支援する対策を発表しました。神戸市の久本市長は今日午後に臨時会見を開き、新型コロナウイルス対策に奔走する医療従事者に感謝の意を述べた上で、医療体制の確保と医療従事者への助成制度を立ち上げ、今日から実施すると発表しました。神戸市としてやはり独自の対応が必要ではないかというふうに考えて、今回医療機関に対する新たな助成措置を講ずるということにいたしました。神戸市では市立医療センター中央市民病院や神戸赤十字病院で看護師や医師などに複数の感染者が出るなど、医療従事者を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いています。この制度では帰国者接触外来への助成として、検体採取1件につき3000円、
入院患者受け入れへの助成として患者1人につき最大で30万円が助成されます。市ではコロナウイルス感染患者の急増加により検査を実施する施設やコロナウイルスの感染者に対応する病院の負担を軽減するとともに民間での検査実施や軽症患者の受け入れを促す狙いです。外出自粛が続き人通りが少なくなった神戸の中華街南京町で太極拳の動画が制作され動画投稿サイトで配信されました。南京町の広場で太極拳を披露するのはこの道35年以上の莫長民さんです。この様子は複数のビデオカメラで撮影され動画投稿サイト YouTube で公開されています。そんな中、外出自粛をしている人の健康の一助になればと、商店街振興組合が動画を制作しました。これは、連行十八法という太極拳の動きを取り入れた健康体操で、手軽に全身運動ができるということです。家に閉じこもってたコロナ太り、それも怖いんで少しでも体を動かしてもらってそれで元気になってもらったらいいかなと思います。また元気にですね、収束宣言した折にはたくさんの観光客に皆さんに来てほしいですね。振興組合では太極拳に続きプロの料理人による動画を制作していて外出自粛が続く中でも南京町ならではの情報を発信していく予定です。南あわじ市でウイルスの感染予防に役立ててもらおうとボランティアの市民が手作りのマスク400枚を市に寄贈しました。この取り組みを主催したのは南あわじ市の社会福祉協議会で今日は協議会の会長とボランティアの代表が森本市長に完成したマスク400枚を手渡しました。市の社会福祉協議会では品薄が続くマスクを手作りして市民に配布しようとボランティアスタッフに呼びかけたところおよそ100人が参加しました。マスクに使用された布やゴム紐はすべて市民が持ち寄ったもので洗って繰り返し使うことができます。これからも続けていきたいというようなことで考えてますんででき次第多くの場所に提供できればいいかなということに考えてますね。このマスク一つ一つが市民の皆さんのいろんな思いがこもったマスクですし色も形も違いますしまあ、そういう意味でもですね大変嬉しいプレゼントをいただいたなというふうに思います。寄贈されたマスクは市内の保育所や小中学校などに配布されるということです。先ほどのニュースの中で検体採取とお伝えしましたが検体摂取とお伝えしましたが採取の間違いでした。失礼いたしました。さあ続いて前田さんの天気予報です。はい、よろしくお願いします。太極拳。太極拳からスタート。こんな感じじゃなかったですかね。でしたね。サニーさん、運動不足になってませんか？いや、運動不足になってないですけど、ちょっと歩きすぎて膝痛いですわ。うん、運動はしっかりしてる。急に動いてやっぱりあかんかなとかね、ありますしね。ゆっくりと動くのもいいかもしれません。そうなんですね。特に今日寒くないですか？寒いです。はい、こんなに気温上がってたんやっていうぐらい寒い。でも寒いよね。そうそうそう。で、実はね、最低気温今日高かったんですよ。はい、大阪では今年一番の暖かさやったんです、うん。ただ日中気温それほど上がってなくて平年を下回っちゃったんで、うん、まあ日中特に寒く感じたと思うんですよ。でこの後ね、実はどんどん下がっていくんで気をつけてくださいよ。そう、はい、4月中旬やのに。そうそうそう。下がってるのは気分だけじゃないねや。いやせめて気分だけでも上がってりゃいいんですよ。ほんまですよ、ね。じゃあまあその辺りも含めて雲の様子見ていくことにしましょう。今日は気圧の谷の雲っていうのが一つまあ北日本の方にあってちょっと一回抜けはしたんですね。このね、うん、
かかってた雲抜けて今晴れ間は戻ってるんですが、次の雲がまた来てるというちょっとこれ気になるところなんですね。で雨雲レーダー見ていただきますと、はい、まあ、日中上空雲あった割には雨雲はないということで、はいはい、薄い雲が中心となっております。で、今夜のお天気見ていただきますと、まあ、天気の崩れはなくて薄い雲はベールに包まれたような状況で大きな天気の崩れはないと見ております。予想天気図をご覧いただきますと、これなんですよ、西高東低冬型、特にこの北日本にあるこの、北日本というかで北の方にあるこの強い寒気を持った低気圧の影響でかなり冷たい風が流れ込んできているので、このあと気温ぐっと下がってきますので、あらあらあら、暖かく過ごしてください。わかりました。はい、では詳しく見ていきましょう。今出ている注意報です。はい、現在もですね、風が強いということで強風と波浪の注意報出てますね。気をつけるようにしてください。各地の、こちらにもありましたね、各地の予報を見ていきます。兵庫県南部と大阪、まあ、午前中ちょっと雲多めなんですけれども日中は晴れてくると見ております。北部内陸部です。こちらも後半は晴れるところがほとんどと見ております。予想気温見ていただきましょう。あんまり上がりません。平年を大きく下回って1ヶ月ぐらい前の気温やと思いますので服装で調節してくださいね。花粉情報です。花粉はまあまあ飛んでますから対策してくださいね。最後に10日間予報、はい、北部はちょっと寒気の影響などで雨の降る日が多くなるかもしれません。気をつけておいてください。天気予報でした。さてサンテレビでは現在4時キャッチのインターネットでの同時配信見逃し配信を試験的に行っています。詳しくは4時キャッチのホームページをご覧ください。それではまた明日もお目にかかります。失礼します。